ルートビヒスブルク上ルートビヒスブルク上ルートビヒスブルク音楽祭はドイツのルートビヒスブルクで毎年5月から7月の間に行われる音楽祭1932年に創設当初は室内楽コンサートに限定されていたが今日では室内楽歌曲、オペラなどの音楽だけでなく演劇や舞踊の公演も行われている会場はルートィヒスブルク城で 宮殿劇場、騎士の間、礼拝堂、教会が使用される。その他にも、近隣の上官や、修道院なども使用される。毎年有名なソリスト、指揮者、オーケストラ、アンサンブルを招聘している。これまでに出演した音楽家には、チェチーリアバルトリ、クルト・マズアと、フランス国立管弦楽団、ジョン・エリオット・ガーディナーとイングリッシュバ・ロック・ソロイス。 ギドン・クレーメルとクレメラータ・タバルティカ、アンネ・ゾフィー・ムター、アルフレード・ブレンデル、ザビーネ・マイヤー、マキシム・ベンゲイロフ、ライプツ・ヒゲン学・シジュー・などがいる。また舞踊家では、マース・カニンガム、ピナ・バウシュラがいる。1972年に、ピリオド楽器仕様のルート・ビヒスブルク音楽祭、管弦楽団と合唱団が設立された。宮殿劇場でのオペラ公演のほか、 国内外のツアーや録音を行っている。ありがとうございます。